どうも、じゃあ、今回はですね、夏休みじゃない、嘘。ちょ。どうも、じゃあ、今回は冬休み直前になりましたので、計画の立て方について話をしていきたいと思います。で、実は先週、この動画ね、撮ったんですよ。で、よかったらちょっとこっちを見てもらってからセットで今回のを見ていただくと、かなりこう吸収しやすいと思うんですが、ここでもちょっと話したんですね。話したんですが、ちょっと深掘りします、契約については。で、なんでかっていうと、今まで皆さんも何かの計画を立てて、それ通りやっていこうって言って、うまくいった方もいると思うんですよ。ただ、俺みたいにうまくいかなかった方もいると思います。特に学生時代の配置、どういうパターンだったかっていうと、立てるじゃないですか。いや、結構さ、定期テストの前とか配られますよね。これ契約立てて先生に出すみたいな。で、書く、ちゃんと。それはね、書くわけよ。で、2日目ぐらいで崩れ始める。まず。1日目ちょっと頑張るんだけどね。2日目ぐらいで少しどっかが足らなくなるんよ。で、4日目ぐらいで諦めます。あ、もう無理だ、修正できねえっつって、で、どっかにそっとしまうんよね。意味ないからもう使わないし、で、どこ行ったか分かんなくなる、提出できねえみたいなね、っていう結構ダメダメな計画を立てる上ではね、ダメダメな生徒で、皆さんにもダメダメとは言わないんだけど、契約を立てたのにうまくいかないって、今までうまくいかなかったっていう方もいると思うんですね。なので、今回そのダメダメだった自分がうまくいくようになったんですよ。あることを考えた時にね。それを、本当小学生でも中学生でも高校生でも、もちろん社会人の方でも使える考え方だと思っているので、今回ね、動画で話していこうと思います。で、やることめちゃくちゃシンプルで、何やるかっていうと、まず先週の動画で話した勉強においてはね、勉強においては本気でやったらどれぐらいできるのっていうのをまず測ってほしいです。で、この話が何言ってんだと思う方は、ちょっとすいません、少し長いんですけど、この動画見てください。概要欄とびっくりマークに載っとくんでお願いします。で、本気を知っておけば、自分がどのぐらいの量を1日で設定してもこなせるなっていうズレが発生しにくくなる。そこがまず大事なんですよ。例えば自分の中で、特に冬休み前とかにさ、契約を立てるじゃないですか。今学校行ってるでしょ、みんな。時間ないでしょ、家にいる時間が。でもさ、冬休みになったら、特に受験生とか部活ないから、1日フリーなわけよ。塾とかなければ。あ、時間あるから、めっちゃできそうみたいな思うよね。で、めっちゃできそうと思って気が大きくなるから、気が大きくなった時に立てた計画って、いざやろうと思ったら、いけないわけよ。こなせない。量が多すぎちゃって。だから、本気を測ってほしかったの。あんだけ集中力を高めてやった30分とか60分とか、小学生だったら15分とかで、どれぐらいできるのかなっていうのを把握した上で立てるとずれにくくなるのでやってもらったんですけど、そこはちょっと置いといて、で、こう立てるじゃないですか。だから1日の量に関しては本気を知ってればそんなずれなくなります。で、基本的にはこれぐらいできるかなと思ったら 30%、 20% か 30% は削ってください。例えば10ページやろうって思ったら、2ページか3ページは削った方がいいです。そして2つ目のポイントは、0尾を作ることです。0尾です。これは計画って、例えばじゃあ12月24日これやる、25日これやる、多分書いていくと思うんですけど、26日全く書かないんです。何も書かない、予定を入れないんです。で、これが必要で、このゼロ日に関しては、例えば1週間に1回、毎週日曜日をゼロ日に設定するとかでもいいし、計画があまり結構崩れやすい、自分みたいに2日経ったらちょっと怪しいなみたいなタイプの方は、2日入れて3日目にゼロ日を入れるといいです。で、これは勉強しなくていいフリーの日って意味ではないんですよ。違うの。何かっていうと、帳尻を合わせるための日なんです。2日間やってゼロ日があります。この2日間で自分みたいに崩れちゃった場合、このゼロ日を使って修正するんです。ここでやりきれなかったものをここで修正しようみたいな、そのためにゼロ日を作ってください。だから、もし1週間とか経って、1週間あればさ、やっぱちょっとずれるんよ。例えばちょっと体調が悪くなったりとか、気持ちがね、ちょっと乗らない日とかも出てくるじゃん。で、気持ちがさ、乗ってない時に勉強を詰め込もうと思っても、やっぱ入らないから、吸収率悪くなっちゃうから、ちょっとこれは今週ゼロ日の方にちょっと送ろうとか、ありだと思うのね。その余白というか、余裕の部分を作ることによって、自分が立てた計画を絶対にやりきるんだっていうのが、達成率が高くなります。そのためにゼロ日の場所は皆さんに任せるんですけど、何もしないっていうゼロ日に関しては必ず設定するようにしてください。で、これは少し生意気なお願いになるんですけれども、最近保護者の方にもね、このチャンネル見ていただけるようになっているので、保護者の皆さんにお願いしたいことがあります。我が子の計画をね、見ることがもしあった時に、1日真っ白になっていると、
まあ、自分も親なので、あ、これここでちょっと遊ぶ気だなとかサボろうとしてるなって思う気持ちが出てくることはあるかもしれないです。実際もしかしたら蓋を開けてみたら、その帳尻で合わせるためじゃなくて、もうただ単にゲームしてるじゃない一日ってなるかもしれないです。けれどやっぱり子供が自分のことをね、自分と見つめ合ってというか向き合って、ここは余白、帳尻で合わせるためとか、まあ、いろんな意図があると思いますけど、それで立てた計画なので、そういった状態になっていてもちゃんと立てなさいよとか、なんかこれは何か入れなさい、なんかちょっとやんなさいよっていう気持ちは少し抑えていただいて、頑張んなさいって、自分が立てたものをしっかりやりきるのよっていう風に言っていただけると幸いです。じゃあよろしくお願いします。なのでポイントとしては、1日の量に関しては多少削る 30% ぐらい、これは厳密じゃなくていいですよ。絶対 30% って計算しなくて構わないんで、ちょっと思った量から減らそうっていう意識がまず1個です。そしてもう1個は余白の日、0秒必ず設定するっていうところを意識してみてください。それだけでも達成率がかなり変わるはずです。でこの2つのポイントは目的が一緒です。何の目的かって、自分が立てた計画を絶対にやりきるんだっていう、自分が立てたんだよ、時間をかけてエネルギーを注いで立てたものなんだよ。それを俺みたいにせっかく時間かけて、まあ、ちょっと適当だったけど、でも作ったものをもうできねえからいいわってどっかにしまってなくしちゃうぐらい、すげえもったいない。それ立てた時間があれ何だったんだみたいな、本当に自分が苛立つもん。それに関してはそうなってほしくない。で結局自分で立てたものとか自分で言ったことを実践できないのって、めちゃくちゃ自分のモチベーション下がるんですよ。で自己評価が下がります。あ、やっぱり自分ダメだって、どうせ契約立ててもできないしってなっちゃうんだよね。でもこれ逆は大きくて、もし達成できたら、今までもしかしたら契約立てたものをやりきれなかった方、達成してごらん、すっごい自信つくから。そこで実力が伸びてるかどうかまだ置いといていい、少なからず自分が決めたものを達成した、頑張り切ったっていうことが大事。いいかな。だからそのために今のポイントを生かして立ててください。そして最後です。最後ちょっと長くなったかな。最後なんだけど、さっきね、結果というか実力に関してはまず置いといてと言いました。でもせっかくならやりきったら実力が上がった方がいいんですよ。で冬休み終わった後に成績が伸びた方がし、テストの結果も伸びた方がいいわけよ。じゃあどうするかっていうと、契約でやったでしょ、勉強やるでしょ、やったものがちゃんと定着してるか、次に行かない、ちゃんと定着してるか、石橋を叩きながら、自分の立てね、橋を作ってる橋をちゃんと石橋を叩きながら作ってやってください。そうやることによってやりきったっていう自信、そしてそれの自信をね、自信がついたその目標というか計画でやったことによって成績が上がったっていう、もうプラスアルファでダブルで自信がつくから、それをぜひ味わってください。まあこれ言うとさらば勉強になってるんだけど、大事なのはメリハリです。まあ受験生だったらそんな余裕ないかもしれないけど、メリハリつけて遊ぶときは遊んでいいのね。ゲームしたっていいんだよ、音楽聴いたっていいんだよ、映画見に行ったっていいんだわ。コロナのこと気をつけてね、気をつけながらだったら、やるときはやる、遊ぶときは遊ぶっていうメリハリをつけて、いい冬休みを過ごしてください。ということで、ちょっと短くできなかったかもしれないですけど、ここまでご視聴いただきありがとうございました。本当にね、俺もそうですけど、いい冬休みにしていきましょう。ということで、また次回の動画でお会いできたらと思います。以上、ありがとうございました。